こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。世界中のあらゆる旭日旗を探してはネットで誹謗中傷することを生業としている韓国ですが、今度は味方であるネットフリックスに旭日旗を発見して抗議しているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。最近ネットフリックスが公開した人気ドラマで日本の旭日旗が登場し、精神女子大学のソギョンドク教授がネットフリックスに強く抗議しました。ソ教授は自身のソーシャルメディア SNS を通じて、ネットフリックスオリジナルシリーズアンブレラアカデミーシーズン3が公開された後、多くのネチズンが劇中の旭日旗の模様を何度も見たと情報提供してきたとして、旭日旗が出てくる場面を1日も早く削除または交代し、アジア人にもう一度傷を与えないことを願うと強力に要請したと明らかにしました。彼はまた旭日旗がドイツのハーケンクロイツのような戦犯旗という点もメールで指摘し、このような内容を盛り込んだ英語映像も添付したと伝えました。続けてソ教授はシーズン3がグローバルランキング1位まで上がるなど、世界の人々に人気が高い状況で視聴者に旭日旗の歴史的意味が誤って伝えられる恐れがあるので正したかったと抗議理由を説明しました。ネットフリックスの人気ドラマであるアンブレラアカデミーは2019年から今まで3つのシーズンが公開され、今回公開されたシーズン3には在米韓国人俳優のジャスティン・ミンが主要人物であるベン・ハーグリーブス役として出演しました。また1989年のソウルが登場するなど、韓国を意識したような演出もありました。ソ教授はネットフリックスがこれ以上ドラマコンテンツで旭日旗模様を使わないようにしなければならず、さらに多様なグローバル動画ストリーミングサービスでも旭日旗模様を退出する機会にしてほしいと伝えました。一方、ネットフリックスは昨年日本アニメーション鬼滅の刃で旭日旗模様露出で批判を受けると、韓国版では修正したが他国のサービスでは正さず問題になった経緯があります。それではネットの反応です。日本という動物国家が韓国戦争の時に武器を売って大国になり、今は第一支配の亡国になったのに、なぜ亡国である日本を称賛する人間が多いのか理解できない。現実を生きていく韓国人に旭日旗は何の意味もない。いつまで韓国人はこんなことに発作を起こしてシャドーボクシングをするのかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。